こんにちは、こんばんぬ、リオララです。本日の動画はまあ変わらず雑談動画になるんやけど、大丈夫？ブラヒも見えてない？あのさ、今までさジャニーズの話ばっかしてきたけどさ、実際私の動画見てくれてる視聴者さんの中にジャニーズ以外のオタクの方がいっぱいおるわけよ。ありがとうございます。それに関してはただただ感謝。他の界隈を押すのと、まあ、ジャニーズを好きで応援するのどういう違いがあるんかなっていうのがすごい気になって、それをちょっと話していこうかなと思う。印象みたいなことを言っていきたいと思います。まずオタクっていろんな界隈がありますよね。まあまあまあ、ジャニーオタ、LDH さんで、 K-POP の、まあ、韓国のアイドルのオタクの方、歌い手さんとか YouTuber オタクの人もいますよね。あとお笑いオタクもおったり、あと地下アイドルのオタクがおったりとか、いろいろありますよね。オタクっていうのは全部共通やけど、全然ちゃうと思うねん。それは押し方っていうか応援の仕方とか。まずジャニーオタよ。ジャニーズのファンになったら何を楽しみに生きるのか。まずライブ、まあ、年に多いグループやったら2回ツアーがあったり、あと雑誌が毎月もう合計5冊出るような、明星、ポポロ、デュエット、ポテト、ウィンクアップ5冊出る。で、まあ、まあ雑誌卒業してるグループとかはな、また別なんやけど。あとジャニーズはブログがあるような、 SNS はやってないけどブログはあるような。あと CD が発売されたり DVD が発売されたり、ドラマとかバラエティにも出るから、まあテレビそういう楽しみがあってオタクをするわけですよ、ジャニオタは。実際だから私もジャニーズのこの平成ジャンプの中島裕翔くんのファンをしていて、やっぱり何が楽しみかって言ったら、やっぱ一番はライブっていうのもあるけど、裕翔くんはメンズノンのレギュラーモデルしてるから、メンズノンの発売されるのが楽しみやったり、まあブログが月に1回多くて2回とかがあるから、まあブログ楽しみにしてたりみたいなことよ。でもまあ会われへん存在はまあ知られへん、結構死ぬほど遠い存在、そういう彼が好きです。基本的にはこんな感じの押し方やんか。で、じゃあ次他、私のあくまでこっからもう想像になっちゃうんやけど、 LDH、 まずもう恥ずかしながらもう LDH のオタクですみたいな言うのをコメント欄とかで見るんやけど、私な、もうほんま恥ずかしいこと言うわ。LDH っていうグループがあると思ってたやん。その一つのグループがあると思ってたら、事務所の名前なんですよね、あれ。LDH。LDH に所属してるグループが何組かあるみたいなことですよね。LDH には、EXILE、EXILE THE SECOND、三代目 JSOUL BROTHERS さんも知ってる。GENERATIONS さんも知ってる。THE RAMPAGE。結構な人数。あ、女性の方も所属してる。これジャニーズとめちゃくちゃ大きい違いですよね。事務所に女の E-Girls さんも所属してるって、これ結構大きい違いよな。みんなジャニオタの皆さん、ジャニーズ事務所に女性がおるなんて考えられへん、考えられへん。でもな、知ってる？これちょっと一個豆知識。ジャニーズって昔女性存在したらしい。ジャニーズ事務所所属の女性存在したらしいですよ。驚く。今やったら考えられへん。で、あと LDH さんではまあ、SNS やってる人おるんですよね。これやってる人とやってない人がおるんかはちょっと分からへんけど、インスタライブとかあるかは知らへんねんけど、ライブ配信の楽しみがあるとか。 SNS あるのとないのって全然違うよな。まあでも SNS あるのちょっと羨ましかったりもするな。あの規模割と同じやん、ジャニーズと。ドーム、東京ドームとかでやってはるよな、ジェネレーションズさんとかコンサートだから。めちゃくちゃ遠い存在っていうのはここは一緒、ジャニーズと。次、 K-POP会見みたいなとこにおって、インタビューの人が、日本の女性のことをどう思いますかみたいな。嫌いって言って、日本の女性の方はどう思いますか、嫌いって言って、なんか会場が、みたいな、ちょっと変な空気が、こう漂って、嘘、大好きみたいな。さすがにそのドキになったわ。そんななんか片言で嫌い、嘘、大好きって言われたらさ、誰でもドキになりますよ、あれ。ごめん。そういうとこもなんか韓国のアイドルを好きになる一つの魅力なんかなと思うよな。そういう片言の日本語を言ってるのもが可愛いみたいなね。あとさ、 BTS さんとかそこまで結構もう超有名になったら、ないんかあるんかは分からへんけど、交流みたいなあるよな。なんか握手会とかやったら分かんない。握手会とかハイタッチ会があるとかやったら分かるけどさ、韓国のアイドルの人ってめちゃめちゃ交流会みたいなしてない？なんか普通に喋るみたいな、ほんと今日もかっこいいね、いやありがとうみたいな会話を普通にしてる交流会がある、ありますよね。うらやましい。それはちょっとマジでうらやましい。ジャニーズはないからこそ遠い存在
やから好きっていうのもあるけど、でも交流会があって頑張れば認知されるこの世界、羨ましいと思う。羨ましいな。それはそういう交流会ってもう何十秒もこうやってうんうんうんって喋れる。無理だからみんな細いんや。そりゃ押すとこんな距離で喋るってなったらダイエットも漏れるぞ。なるほどね。やけどやけど羨ましいけど、それけど自分はいいやん。でもさ、自分の推しと喋ってるめっちゃ可愛い人がおったら、うわーってなってまうかもしらん。今日も可愛いねみたいな、ありがとうみたいな、普通にみんな普通に推しと喋ってるやん。なんでなんで私がゆうとくん目の前でゆうとくん今日もかっこいいですとか絶対言われん。好き好き、あっあーってなる。秒で起きら。全然やっぱちゃうよ、押す界隈によってそれぞれの違う楽しさがあるのってええよな。次よ、 YouTuber 定期的に推しが動いてる姿見れるのは強い。まあ、動画で推しを見るわけやんか。定期的に推しが動いてんの見れんねんで。ごめんなさい。まあ、YouTuber ってなればもうほぼほぼみんなインスタとか Twitter とかやってるやんか。で、DM 返してる YouTuber さんやったら DM が返ってくるやろうし、インスタライブのコメントも読まれるやろうし、リプとかでいいねつけられるかも知らんし。ジャニーズはさ、何か気持ちを伝えたいなと思ったらやっぱりファンレターになるわけやん。しかも呼んでくれてるかどうかも分かれへん。 YouTuber のファンってなれば、まあファンレターとかもそれあるやろうけど、ほんまに届いてるかどうかが既読で分かる。これすごいよ。でも全然推し方変わってくるよ。でもその代わりやっぱ定期的にそんな雑誌とか出えへんし、 CD とかもまあ出してないやんか。出してる人は出してるんか分からへんけど出してへんし、 DVD とかもまあないし、ジャニオタ羨ましいと思われる点も、まあ、多いと思うけど、ジャニオタからしても羨ましいと思う点が多い。やっぱライブ配信ある、めっちゃ羨ましいねんこれ。でもさ、もともとこうやって SNS ってなかったやんか。もしさ、今も SNS がないとするやん。SNS がない世界やとするやんか。この世のオタク、めちゃくちゃ少なかったと思う。だから SNS があることによって、オタクってやっぱ増えていくよな。ちょっと当たり前のこと言うてもうた。次、他の界隈。お笑いオタクの方とかおるよな。お笑いオタクの方とかやったら、お笑いライブよ。これがもう一番やろうな。テレビに出てる、ね、好きな芸人さんを応援するとかもあると思うけど、やっぱりライブじゃない、定期的にあるライブ。しかも出待ちができる、これめちゃくちゃでかい。 CD 買わずに推しと喋れる。まあでもさ、そうか、お笑いオタクとジャニーズオタクはもう全然ちゃうもんな。あと私が一番ほんまに推し方とかがわからへんのが歌い手さんのオタク。それに関してはもうコメント欄で歌い手さんとかのオタクの方がおったらぜひ教えてください。こういうのがありますとか知りたい。マジで普通に興味ある。あとはさ、やっぱりディズニーオタクとかサンリオオタクとかおるやん。まあ私も実際ね、サンリオ大好きでキキララちゃんマニアなんやけど、なんかディズニーオタクの人たちって年パスは守ってる人も多いと思うし、やっぱパレードシートを敷いてさ、なんかこうパレード待ちしてるやんか。私たまにディズニーとか行ったりするんやけど、そうパレード待ちしてる人見たらなんかすごいもん。もう全部持ち物がミッキーみたいな、全部持ち物がドナルドみたいな。やっぱりね、そうやってそのキャラクターのオタクになるとやっぱグッズがね、私は命って感じ。ジャニーズはさ、ツアーが決まればその時のツアーのグッズがバーって出たりするやん。あとは公式写真とかね。でもサンリオは、まあ、定期的にパンパンパンとグッズが出るから、グッズ代がただ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 飛んでいくような。あと地下アイドルとかってなると、私は地下アイドルを推したりしたこともないし、こういうグループがおるっていうのも分かれへんねんけど、チェキとかいうイメージが強いな。やっぱり地下アイドルこの距離やったりするやん。チェキって私がずっとイメージしてた推しとチェキが取れますっていうイメージはね、これがまあこう推しがいます、あチェキよろしくお願いします、あよろしくね、はいはいピースみたいな、こういうイメージやってんずっと。でも実際こんな感じでさ、んみたいなとかさ、もうなんかもう唇くっついてるくないっていうぐらいさ近い距離やったりさ、なんかもう後ろバックハグされてたりさ、あれなんなん？あれ地下アイドルオタクの子、正直心臓足りてないやろ。
心臓大丈夫あれ。うん、だって唇こんなこうなんか寸止め寸止めなんかな、多分寸止めやろうな。ここもう推しの唇ここみたいな、これ唇な、推しの唇ここで、こんなでここでなんかこう手で隠されてみたいな、わかる、手で隠されてこれでチェキみたいな、もうこんなあーってやってまうで、私やったらもうやっちゃえって思って、やっちゃえ西さんやってバーンやってまうで。みんなよく我慢できんな、この距離にあったら宙行ってまうやろ。だからね、地下アイドルオタクは沼がめちゃくちゃ深いと思う。だって推しの唇こんなとこあって抜け出されるかっちゅう話やん。はい、というような感じでね、ちょっと今日初めてかな、初めて他の界隈の話をさせていただきました。もうぜひね、ジャニーズ以外の界隈の方にいろいろちょっと教えてもらいたいので、コメントお待ちしております。こういうのがあるよとか教えてください。てな感じで本日の動画は終わりたいと思います。以上、リオララでした。バイバーイ。